はい、こんにちは、やすです。えー、今日はですね、2021年、q 通ね、高決算銘柄10選というね、お届けしようと思います。まあ、8月も終わりね、大体のね、グロース銘柄の決算が出終わったというところなので、まあ、改めてね、あの、q 通を振り返ってね、この決算良かったなっというところをね、まあ、私、基準でね、ちょっと選べさせていただきました。 で、えっ、ー、と、今日はね、メ、えーガ4000やります。4000。えっ、ー、と、まず前提となるお話、まあ、今のマーケットの状況とかと比べてね、あと,こと比較して、前提となるお話と、えっ、ー、と、今日は銘柄4000。で、えー、次の動画でね、銘柄6000やっていくって形なんで、前半後半のね、えっ、ー、と、2パートに、ね、分かれてやらせていただければと思います。だと、 あのコメント欄であの音量が聞こえませんっていうところをよく先伺ってたんですよねで今日ちょっとね設定いじってみましたおそらく少し改善結構改善してるんじゃないかなと思ってますなので今まであの音量が聞こえなかったですって言った皆さん今まで聞こえた方はいいんですけどももし聞こえてなかった方で今回の設定でね聞こえるようになっていればねぜひねちょっとコメント欄に一言いただければ嬉しいですはいというわけでね、えー、早速やっていきましょう え、初めての方は自己紹介ですけどね、もともとエンジャしてまして、その後ね、アメリカのゲーム会社でデータになり、そして今、米国の都市事業をしてます。Twitter、やすらブズテックでやってますんでね、こちらもよろしくお願いします。こちらも合わせてね、フォローよろしくお願いします。えー、投資は自己責任でお願いします。今日はね、 あくまでも銘柄の紹介という形でさせていただきますけども高計算の銘柄を紹介してます。まあ、なので、ねまあ、ちょっとおすすめっぽく見えるかもしれないんですけども、あのー、概要しかお話できてないので,、あのー、で私自身ね追加分析とか必要なところがあると思うので、えーとまあくまでも今日は、ね、紹介の一つというふうに、ね、使っていただいてそれ以外は、ね、あの皆様で、ね、追加分析をしていただいて、えー、自己判断のもとで、ね、投資をしていただければと思います。で まず、毎段階の話なんですけども、えー、と私はまあ基本的にハイテクがいいというふうに考えています。えー、なんで、999だったりとか、グロースが基本的にいいかなというふうには思っています。えー、と理由はいくつかあるんですけども、ま、マクロ状況ですよね。マクロ状況は、株価にテーパリングがさすがに織り込まれていると思います。まあ、あの5月ぐらいからかな。もうテーパリング、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 でテーパリングっていうのが言葉が出るたびにちょっと落ちたじゃないですか、1、2%。なので、まあ、 個人も含め、機関も含めてね、このテーパリングの状況に対しては、もうね、株価に売り込まれてると思います。まあ、あと一回ね、テーパリング発表というところが来るかと思うんですけども、そこでも多少はね、あの調整はあれども、まあもうテーパリング始まってね、それが理由でね、あの暴落するってことはもうないでしょうというふうに思っています。えー、金利引き上げも今のところ2022年に1回というところが金利の予想です。 ええと、まあね、まだ景気とか雇用とかね、完全に復活してないので、まだね、金利をどんどん上げるには時期総称というふうに一応 FRB はコメントしてるし、あの、金利引上げのね、えー、予想もあの40%の確率で1回になるというふうに予想されてます。ただ、あの、この状況ね、あの、この状況は、あの、金融緩和の引き締めがね、 すごくゆっくり行われてるくって意味で、まあ、ハイテクグロスにとってはいい状況だと思うんですけども、ただ、インフレだけが要注意です。今、現時点、2021年のね、9月の今日何日かな、5とか6時点では、あのー、こういう状況ですけども、今後、インフレ次第によっては、金利引上げの観測がね、高まってくる。例えば、次の、今週にね、あのー、 消費者物価指数ありますし、来月もありますし、これでインフレがなかなか収まらないとなると、やはり、ね、FRB もね、金利を少し早めに引き上げた方がいいんじゃないかな、みたいな感想が出てくると、ちょっとこのハイテクがいいっていう判断自体が覆るかもしれないので、まあ、そこはね、私がまたその動画とかニュースでやっていきますん、ね、で、聞いていただければと思うんですけども、あくまでも今の前提であれば、インフレは注意しなきゃいけないんですけども、マクロ状況はいいんじゃないかなというふうに思っています。 あと、シクリカル系ですよね。2021年っていう年は、まあ、ほぼんとね、シクリカル系が大きく伸びた年でもありました。ダ、ま、ウ、あ、だけでも14%伸びたりとか、S&P もね、20%伸びてます。で、一方で、ナスダックはね、前半まではね、プラス5%とか伸びなくて、ようやく最近ね、あの、追いついてきたというところがあるんですけども、えっ、ー、と、ちょっとすいません。で、えっ、ー、と、 シクリカル系は、あのー、まあ、経験回復が一巡してますえ。6月の決算でね、ほぼピークです。で、えっと、ピークで、で、93になるとね、えっと、789と結構このデルタ株によってね、今後成長が減速するっていうのもある。で、94復活してくるけど、えー、2021年か2022年はね、まあ、そんなに成長が見込めないっていうふうに言われてます。えー、2021年か2022年の S&P のね、S えー、EPS の成長率は8.8%と予測されてるんですけど、ども、これね、いろんなデータによってちょっと違うんですけど、大体8%、9%ぐらいが同意だ、コンセンサーと思すけど、これ GAFAMT 含んでますからね、GAFAMT、えー、はね、おおよそ10%ぐらい EPS 伸びると思います。なので、S&P で8.8%伸びるということと、GAFAMT が10%伸びるということを考えればね、来年っていうのはね、シクリカルっていうのはもう3 4、4%ぐらいしか伸びないってことだと思うんですよね。もうちょっと伸びるかもしれないですけども。 まあなので、そういったところからすると、シクリカルにもお金を集まりづらいんですよね。今、シクリカル、今、現時点でね PR 高いので、残り939法とねこの高い PR を消化していくだけってことになるので、まあ高いと思う。そうするとね、やはり2022年もねしっかり10%以上成長していく、まあ、ハイテクグロースっていうところが、やっぱね、いい順番が来るんじゃないかなという,ふうに思ってます。うんえー、先行指標である WCLD が高値を取ったっていう話なんですけども、 えっとー、まあ、WCLD っていうのは、ちょっとこっち見ようか。WCLD っていうのは、あのー、サーズ系企業を50種ぐらい集めた ETF です。日本では買えないんですけどもね、アメリカでは買えます。で、えっ、ー、とー、これは、あのー、2月にね、高値を,高値を取って、そこからね、結構暴落して、5月までにかけて暴落して、すごい下がったよね。 30%ぐらい下がったのかなで、5月を底値にして上がってきて、今、高値を取ってます。で、これはどういうことかっていうと、えー、とまず、えーと、サーズ系銘柄っていうのは、去年のコロナ相場でいち早く株価が上がった銘柄です。なので、9月にね、もうね、あのピークをつけてから、あんまし上がらなかったんですよね、まあ、若干また11月、12月でちょっと上がったんは上がったんですけども、他の銘柄に比べればね、結構上がりがマイルドだったんですよね、サーズ系っていうのは。 で、ここで一気に落ちた。で、落ちた後、決算を3月、4月っていう決算を超えることによって、あのー、まあ、割高すぎた株価っていうのも徐々に徐々にね、こう割高じゃなくなってきた。えー、PSR っていうのは、あのー、時価総額割る売上で計算されるので、分母である売上が増えていけばね、じ,じゃ、どん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 割安になってくるので、で、まあ、その割安感、まあ、割高が割高じゃなくなったところと、 あと、成長が、まあ、そのシクリカルがピークアウトしていると、そういうところが合わせてね、高値をブレイクしてきたって感じですね。まあ、私ね、あの7月にこの高値を取るという動画をこ、こうちょうどこの辺りで出したんですけども、まあ、ちょっとで、ね、予想より早かったですけどもね、高値を取ってきましたね、ちゃんと。まあ、SARS50 種が高値を超えてきたのでね、まあ、おおよそこの予想を当たったのでいいかなと思うんですけども、まあ、今ね、高値を取ったのは SARS が中心です、えー。その他ね、普通のグロースタッチもね、あの今後どん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 ,ん Q3、Q4 の決算を超えるごとにね、 あのー、PSR、バリエーションがね、だんだん,だんだん圧縮されてくるので、それとともにね、高値を取ってくる銘柄というのがどん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 増えていくかなと思うのでね、今はね、非常に入っていくいいんじゃないかなと思います。ただし、今入るべきではないなというふうには基本的には思っています、えー。11月、12月はいいシーズンを迎えると思うんですけども、えー、9月、10月はね、結構リスクイベント多いんですよね。えー、今週はまずレイバーデーが明けます。で消費者物価指数がある。で9月の20日ぐらいに FOMC がある。 で9月の中旬から下旬にかけて、来月の決算を見始める、えー。来月の決算、シクリカルは7、8、9と減速することが見込まれてます、えー、デルタ株で,で。そこでやっぱりちょっとギクシャクする要因になるかもしれない、えー。10月の上旬はまた雇用統計とインフレがある。そして10月の下旬になると、あのー、今度はあのー、FMC の議事録が出ますよね。11月からテーパーシリングするんだみたいなのが書いてあるかもしれない。えー、11月4号に FMC があって、そこでテーパーリングが開始する。 と、まあ、とかとかねこんな感じでリスクイベント多いので、まあ、9月、10月って、まあ、このまま上がることはほぼ考えられないと思います。まあ、どっかでねやっぱドカーンとやられることが多いのかなと思うので今、買うのではなくて今日の動画の立て付けとしては今のうちに準備しておきましょうという話ですね。急、ま、2、あの決算、まあ、今から10名柄紹介してきますけどもね前半と後半に分けて前半4名柄、後半6名柄でね紹介していきますけども,、ねけねえー、けどもドカーンってきた時に ドカンと来る時までにね、今日紹介,せ紹介した10名柄から、まあ、自分の好きなもの、今日気になるものをさらに追加分析して、あ調整きたなっていう時にポンって、ね、入れていくみたいな、まあ、そんなところがいいんじゃないかなというふうに、ね、思ってる、思ってます。なのでね、このタイミングでこの紹介動画を上げさせていただきました。なんでね 縦横の,の紹介の中からいいなと思ってもすぐ買うんじゃなくてそこは一息待って呼吸を必ずね押し目が来ると思うので思うっつったらあれですけど誰も分かんないですけどね来ると思うので来たらね買っていくのがいいんじゃないかなと思ってます今日あげる銘柄ねどれもですね株価高くなってるので今買ってもね、まあ、あの確率的には分が悪い勝負になるんじゃないかなと思うのでねあの積極的に、ね、押し目を狙うのがいいんじゃないかなというふうに思ってます えー、選定基準は、えー、時価総額が大きいもの、成長がぶっ飛んでるもの、加速してるもの、高すぎないもの。で、安が好きな銘柄というところでね、まあバランスよく見てます。バランスよくね。特にね、時価総額が大きいものっていうのはね、好きです。えー、時価総額が大きいものっていうのはね、ボラテリティが低いのでね、時価総額が大きくてね、あのー、決算がいいものっていうのはね、積極的にポトリに組み込んでいきたいなというふうにね、私は考えてます。 で、冒頭でも言ったんですけども、今日はね、紹介にすぎません。えー、買いも売り買いも、消、買いも売りも推奨せずって感じです。えー、表面上良い決算を出しているものを紹介していきます。なんで、まあ、表面上はいいけどね、追加分析が必要な、必ず必要だなと思うので、私もね、まあ、今日紹介した銘柄はいくつか、あの、買ってますけども、私が今日話す以上にもちろん分析してますし、あのー、まあ、 まあそうですね、話す以上に買って、あのー、分析してるんでね、ぜひね、皆さんね、個別でね、あのー、今日の紹介を見ていただいた上でね、各地さらにね、追加分析する必要はあるんじゃないかなと思います。特に、えっ、ー、と、高決算出したからといって、株価が上がるとは限らないパターンが2パターンあって、 やっぱり給も良い決算を出せるか、そして株価は妥当かっていうところね、割高じゃないかっていうところでね、この辺のやっぱ考察っていは必ず必要だと思うので、それでねあの、ご自身でね、やはり少し踏み込んでいただいて、自己責任で、ね、投資をしていただければと思います。では早速、一緒にね、Google からいきます。えーまあ、Google はね、GafamT の中でね、一番いい決算はどれだったかなというね、まあ、メガキャップからのね、選定ですよね。 EPS が,、e がえー、27.26で、えー、8ドル上回る、で売り上げが61.8 61. ビリオン、YOY61% で、えー、5.8ビリオン上回るということで非常にいい計算出してますよね。えー、Google とえうと今、ねえーと、時価総額どのくらいだったかな、えー、1.2トリリオンとか1.3トリリオンかな、まあそんくらいの銘柄なんですよね。でえっ、ー、とー まあ売り上げが EPS は決算超えた側とかいろいろあるんですけども僕の中で時価総額が、あのー、低い銘柄よりも高い銘柄が超える方が価値が高いなって基本的には考えてます、えー、Google の、ね、ちょっと時価総額、えー、1.95トリリオンかすげえなだからほぼ2000ビリオンあるってことですよ2000ビリオンでみんながよく話題にしがちな例えば シーリミティとメルカドリーブレ。今日もね、紹介しますけどもね、シーリミティとメルカドリーブレ。これらはそれぞれ200ビリオン、100ビリオンぐらいの銘柄です。じゃあ皆さんがもっとこう、株価がドーンと上がった時にわちゃわちゃ話題にする銘柄。例えばアップスタートすごかったですよね。 あれだから20ビリオンぐらいです。で、こういった銘柄はなんで話題になりやすいかっていうと、時価総額が低いがゆえにね、株価がね、結構大きく動くんですよ。いい計算出せば、プラス20%、30%どん,どん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 出していく。悪い計算出せば、マイナス20出していく。それはバリエーションが低いから、あのー、機関投資家がね、ちょっとサイズ売っただけで買っただけで、ポーンと上がりやすい。ただ、Google ともなると、あの、2000ビリオン、2トリリオンあるので、 まあちょっとしたときはじゃない株価は動かないんですよね。でこういった銘柄の方が、決算に素直に動くことが多い。まあ決算後にすぐパーンって動くことも少ないですけども、まああの、株価がね、そんなにあの高すぎ、高すぎることも安すぎることもあんまないので、よくも悪くもね。あの、まあひたひたひたと上がっていくケースが多いかなと思うので、私自身は、時価総額が大きい銘柄が、いい決算出した方が価値が高いなと思ってます。なので、y o y 6 0って見ると、 別にその、他のグロースから比べれば大したことなかったりすると思うんですよね。でも2トリリオンもバリエーションがある会社、2000ビリオンもバリエーションがある会社、2000ビリオンっていうと何兆円なんだだって1ビリオンが1000億だから、1000億、1兆、10兆、200兆円の時価総額の会社がですよ、60%伸びるっていうのは、それはその、ね、例えばその日本のマザーズの上場してるちっちゃい会社なんで、数百億とかじゃないですか。 100ミリオンですよ、100ミリオン。100ミリオンと、100ミリオンって100億ですよね、100億と200兆の、ね、会社のね、YOY50 って同じ価値じゃないんですよ。200兆の会社の方が、やっぱ YOY50 っていうのはやっぱ価値があるわけで、そっちの方がね、あのー、ボ,ボラテリティとかパフォーマンス安定するので、まあ、時価総額が高い銘柄っていうのはやっぱり積極的に入れていきたいんですけど、その中でね、やっぱね、成長率が高いっていうものはね、価値が高いかなというふうに思ってます。すみません、ここで長く説明しちゃったんですけども。 で今回の Google の決算は何といっても EPS ですよね。まあ、この黒の予想に対して青の、ね、実際アクチュアルがやっぱかなりビートしたということで、ね、Google の株価は大きく上がっています。えー、決算が良かった理由は主にあの広告です。えー、長年、ね、長年というかここ半年ぐらいあのしっかり改善してきた広告機能。まあ、広告の出稿出向主が えっと出したお金に対して Google がね結局ユーザーとマッチングをするわけですけどもそのね機能改善が非常にうまくいってるわけなんですよね、まあ、そのく YouTube、Google クラウドとね、あのー、他のコア事業も育ってきて決算は好調になってます詳しくはね先日出したこちらの動画ね詳細欄に貼っておきますんで、えー、こちらで詳しくお話してますんでこちら見ていただければと思います、えー、Google を語るにあたってねやっぱね、あのー、私のこれ一番好きなチャートですね上から株価 EPS、そして、えー、と PR っていうふうに、ね、並べてるんですけども、えー、Google っていうのは、ね、株価で見るとめちゃくちゃ高くなってますよね。今年だけで何パーセント伸びたんですかね、560%ぐらい余裕で伸び,てますと思う伸びてると思うんですけども、まあ、なんかね、こう高いと思うかもしれないんですけども、EPS もちゃんと伸びてるんでね、あのー、割高感はそんな実はないです、えーと。PR ね、今30のところに線引っ張ってますけども、えー、と今30ちょっと超えたところなんですけどもね。 この横線引っ張っていくと、PR だけで見るとね、この2016年、2017年と同じぐらいの PR なんですよ。だから株価がこんだけ伸びてきても、2016年、2017年と割高割安感が一緒なんですよね。まあ、割安とまでは言わないですけども、決して割高かというとそうでもない。まあ、さらに面白いのは2018年ですよね。ちょっとすみません。さらに面白いのが2018年で、2018年っていうのはちょっと Google 調子が悪かった時なんですけども、 その時の PR は50とか60なんですよ。2018年の株価より今って何倍も高いですけども、割わあの2018年に比べたらすごい割安なんですよね。まあ、ということで、グーグルが今、なんで株価が調子いいかっていうと、EPS が伸びまくってるんですよね。EPS が伸びまくっちゃって、PR が、ね、決算を超えることに暴落してるんですよね。 ここが三月の計算、ここが六月の決算。あ、ごめんなさい。まあまあまあ。三月のシク,クォーターの締め、六月のクォーターの終わりですけども、そのクォーターが終わるたびに、Google は、あの、PR が暴落するんですよ。あの、PR っていうの、えっと、PR っていうのは、えっと、ごめんなさい。株価っていうのは、えっと、EPS×PR です。で、えっと、PR っていうのは、えっと、PR っていうのは、<laughs> 株価悪る EPS、すなわち、1株当たりの利益の何倍変われてるかっていうのが PR ですよね。で、EPS が分母に当たるわけで、分母が増えれば、分母が異常に増えればね、あの株価悪る EPS なんで、EPS 分母が増えれば、やっぱ PR っていうのは下がりますよねっていう話になります。はい、この PR の暴落っていうのはね、最近私の、ね、キーワードの一つにはなってますね。 今日もうこれだけで一社目だから、ね、話が長くなりそうなんですけども、ちょっとここはあまし飛ばしますけど、今話したことを、ね、あの数式にしてます。株価というのは EPS×PR です。で、えーと、本当に決算の直後、決算の、ね、0.0001秒直後というのは瞬間的に EPS が1.1倍,、まあ、倍になります、ね。例えば1.1、ね、倍になったとしたら、例えば EPS が1.1倍になったとして、 株価が変わらないとしたら、株価が変わららないとしたら P PR はその1.1で割らないと株価をね一緒に保てないですよね。これが結局、この暴落の原因です。だから、決算直後でね EPS がドカーンって増えたら、0.000000コンマ1秒直後って株価はまだ反応してないので、そこに対して PR っていうのは、やっぱり1.1で割らないとねあの保てないですよね。まあこう 1. 1ででで相殺きるって意味なんですけども まあそういうことになっています。ただ、この後ね、株価は PR が直前の PR のように株価が上がります。つまり、ここの PR が30だとして、ここが 30÷1.1 だからね、いくつになるかわかんないですけども、まあ20えー、と27ぐらいにしましょうか。30から27になったとして。で、えー、とただ、PR っていうのはまあ相場感として30って一応決まっている、まあ、約束事みたいなところではあるので、その瞬間ではね。 そうなってくると今度株価が1.1倍にならないとこの PR30 に戻せない。すなわちね、この数値から1.1倍をね。 右辺と左辺にかければ、まあ、こういう感じになりますよねまあまあこういう力が働いているわけです。ちょっとねこの動画だけでは説明しづらいのでねこちらね知ると楽しくなる決算の読み方の基礎というところで、ね、まさに Google の例を使ってちょっと私が解説してますんでねこちらも動画詳細欄に貼っておきますんでねこちらのサポート記事ですあのー、ちょっとね500円かかってしまいますけどもね、まあ、今日の動画とか今までの動画ね参考になったよと思っていただければねぜひね投げ銭がてら、ね、見ていただけたら嬉しいです。 これで1社目か。残り3社をちょっと30分以内にやってきますね。次、ダナハ、まあ、ダナハっていうとね、医療機器などをね、販売している会社です、えー。こちらも200ビリオンぐらいあってね、非常に大きな会社で、まあ安定してるかなと思います。300ビリオンあったっけで、えっと、まあ特にね、あのコロナ禍で調子が良かったのは、確かどうやらね、あのコロナの,あの検査の機材とか、あのー、 ま、治療の機材とかね。まあ、そういうのいっぱい作ってたらしいんですよね。あとワクチンを作るための機材とかそういうのも作ってたのかな。っていうのも作ってて、とりわけやっぱね、あの、コロナ禍でね、好調だった企業の一つです。で、この企業もどちらかというと売り上げよりも EPS プレイですね。えっ、ー、と、EPS が2.46セント、2ドル46セントで41セントオーバー。だ相当オーバーしてますよね。え、ギャップも、 2.28に対して64セントオーバー。売上げはそうでもないです。まあ、それでも36%だからすごいですけどね。えー、2.28ビリオンでえ64セントのオーバー。ごめんなさい。7.22ビリオンで YOY36% で510ミリオンのオーバーということですよね。まあ、こんな感じで EPS が非常に伸びています。まあ、こちらもね、あのー、EPS プレイです。あのー、ダナハはね、ここ最近株価がぐ,ぐーって伸びてきたんですけども、 グーグって伸びて、ちょっと怖いじゃないですか。怖いんですけども、EPS 見てください。EPS がググーグって伸びてるんですやっぱ。でそうなってくると、やっぱ株価伸びますよね、ということで、まあ、これね、今ちょっと、えっ、ー、と、PR38 で引っ張ってますけども、まあ、株価ね、今、すごい高いですけども、これって、この時と比べると2019年、すごくないですか、この、このさ、わかるかなこの,この、この時、この株価が激しく上がる前、決算前かな、これは。 激しく上がる前って PR が35ぐらいだったんですけどもなんとこの時の株価の割安感ってコロナショックの底と同じ割安感だったんですよねダナハンに関して言うとコロナショックでさ株価がドカーンと落ちたじゃないですかドカーンと落ちたもう死ぬほど落ちたでもコロナ禍でね業績上げてきた EPS 上げてきた 別にそんなにコロナ禍以降そんなに激しく落ちることなかったんですけど、まあちょうどここかな、5月末ぐらいかな、ここ。ここにおける PR は、なんとコロナ禍のボトムの PR と一緒なんですよね。うん、で、そこからガーッと上がってきたもんだから、まあ今ね、もうここまで来ちゃったんで、どんなもんかなって感じですけど、それでも、 まあ、コロナ禍の直後の5月だったりとかと PR 同じだし2019年、えー、コロナが始まる前の、ね、PR に今のところ近しいんですよね、まだ。うん、なので、ね、これが、ね、やっぱ EPS が上がって、ね、PR が下がるだから決して、ね、あの割高ではないって感じですよね。特に2021年の2月ぐらいに1回相場が悪くなってスすーンと落ちてるんですけども、まあ、そこよりはやっぱ PR が低いっていうところも、ね、やっぱいいですよね。なでで株価はすすごい伸びてるんですけども、 PR だけで言えば、ね、あの2月よりも全然低いし去年の,、ね、あの11月、12月比べたら全然低いけど株価は高値を更新してきてるっていうのはやっぱ EPS がすごく伸びてるからでこれが、まあ、私が冒頭に言った WCLG の狂わりで言った、ねあのまあ、2月にグロースとか手配とか暴落したんですけども3月、6月の決算を経ることによって売上や EPS が拡大してくるとだんだんこうやって PR とか EPS っていうのが。 PER とか PSR というのがだんだん下がってきて2019年と比べてもそんなに、まあ、割安とかではないけど割高じゃない水準まで来るとあとはそこの PER、PSR に,に,に沿うように EPS が伸びていくと売上が伸びていくっていうねあ売上株価が伸びていくっていうねグーグルもそのパターンですよねっていう感じになってますはいナ話です。 続いて3社目。C ーリミティッ e ですね。いい計算でしたね。C ーリミティッ e d、えー、C リミテ i t e はここ左上にちょっと書きますけども、えー、EPS が、えー、マイナス61セントで7セント上回る。えー、売上は2.28ビリオンで、なんと YOY158 ビリ、158%です。YOY158。で、売上げ260ビリオン上回るってことで、これもすごいいい計算でしたね。まあ、計算後ね、株価下がってるんですけどもね。不思議ですね。はい。で、まず YOY なんですけども、 こちら見ていただければわかると思うんですけど、去年の6月もね、わいわい150出したんで、決してね、去年が悪かったからじゃないんですよね。去年150%出して、今年も150%出すんで、ちょっと化け物的な計算ですよね。で、9月が177%出して、12月、3月、ちょっとおとなしかったんですよね。102%、146%と。で、今回でまた156%って出して、相当ちょっといい計算出してきたかなっていうのはね、正直な感想です。はい。 他も結構ね、これ、なんか、すごく決算に枯れて、グロス、あらりがね、三パー3 6 3なんですよね。すごいですよね。はい。まあ、という感じの決算を出してます。ただし、C シーリミティッドで気をつけなきゃいけないことが1個あって、EPS 低いですよね。マイナス61セントと。で、これはやっぱ C ーリミティッド投資する上でやっぱ一番気になるんですけども、あのー、C シーリミティッドは結構ね、あのー、なんだっけ。 セールスマーケティング費用は結構高いんですよ、割合的に。まあ、それだから成長してるという側面はあるので、EPS が、ね、伸びにくいかもしれないですよね。なんでそこの進化がちょっとどうなるかわからないんですけども、まあ、あ EPS はちょっと、ね、気になるけど、それでも、ね、高成長を続けてる企業です。で、これも、ね、時価総額200ビリオンです。200ビリオン。なんで、こういった 150%YOY 届けてる企業っていうのはいっぱいありますけども、でもそれってみんなね、10ビリオンとか20ビリオンの会社が多いんですよ、基本的には。 この感じ200ビリオンでこれをやってるんで、ちょっと異次元ですよね、C リミティと。ーさあ C リミティとね、ちょっと事業内容をね、ちょっと紹介するの忘れちゃったんですけども、C リミティとは何でもやってます。えー、基本的には、あの、e ーコマースをやってます。あの、東南アジアを中心に e ーコマースをやってて、最近はね、南米にも進出してます。e ーコマースもやってますたあとフィンティックもやってます。えー、キャッシュアップみたいな事業を確かやってたと、えー、記憶して、キャッシュアップだったりとか、えっ、ー、と、クレジットカードとかね、そういった事業をやってたとは記憶してます。さらにはエンターテイメントもやってて、 あのー、自社でゲーム、あのー、リーグオブレジェントのね、あの、モバイル版みたいなね、えっ、ー、と、なん、なんて言ったっけな、イヤーファイヤー,ーって名前やったかなまあゲームっていうのもやってるし、なんならそれのね、e スポーツ、e スポーツを運営する運営隊も持ってます。それを自社の、これガリーナって言ったっけ、なんだっけ、ちょっと忘れてたけど、その自社のゲームの e スポーツを運営するとと,ともに、 えっと、リーグオブリジェンドとかも確かやってたと思います。なんで、e スポーツの運営もするし、自社でゲームも持ってるし、e コマースもするし、フィンテックも持ってるし、えー、それを東南アジアの中心にやってるし、南米もやるしっていうみたいな、まあ、なんかもう、地域のガファムみたいな存在ですよね、うんで。今回ちょっとね、中国ショックでね、ちょっと巻き添えを一食らった形にはなるんですけど、それでもね、株価は好調にはなってます。えー、今ね、最高値を取ってきてますね。で、えっと、まあ今、 PSR20 PSR ぐらいなんですすけどももやっぱここもねねの大暴落を打ちてますよ、ねまあ、一応 EPS がまだマイナスだし、グロスなんでね PSR で計算してるんですけども、まあ、この2月ね、ね株価が大きく上がったとき、まあ、皆さんもかなり食らったと思いますけども、も、まあ、暴落しました、株価、暴落しました。でも、今って株価すごい高いじゃないですか。だからねまた2月と同じようにねこうテーパリングが来ると、金利が上がると、暴落するかもしれないってみんな思ってるんですけども、 PSR で見ると2月の PSR 全然低いんですよ、今。もうね、全然低い。特にこの決算直後なんて、この辺かな、大体。この辺なんてもう10代ですよ、15とか。15とかですよ。もうね。今もうすごい高成長なんでね。まあ過去の成長はちょっとどんだけだったかちょっとそこまで終えてないですけども、まあ15っていうと、まあこの辺ぐらい。まあ去年のさすがにこの、 コロナショックよりかは高いですけども、とはいうものね、この辺の株価の時と同じぐらいですよ、PSR 的にはね。我は150の企業なんで。まあ、そう考えるとね、別にね、そんなべらぼうに高くない。まあ、特にね、この2月の PSR よりも低いのに高値を更新してるっていうのはね、美しいですよね、というふうに私は思います。はい えっと、これで、えー、っと、なんしゃった、Google, C Limited, Danaha, Mercado Libre, 今日最後ですね、Mercado Libre やっていきます。えー、Mercado Libre という会社はね、南米中心です。メキシコだったり、アルゼンチンだったり、チリとかね、そういった会社中心に、えー、これも何でもやってます。えー、e c o ースもやってるし、フィンテックもやってます。えー、この会社は、しかもあのスクエアみたいに、ポスシステムも販売してるし、あのー、キャッシュアップみたいなこともやってます。 さらに、ロジスティックも持ってます、この会社。この会社はまあ自社でトラックとかを持ってるわけじゃないけど、メルカドリブレネットワークみたいなのを持ってて、配送サービス、要は自社の e コマースで売れたやつの配送サービスとかもやってます、うん。メルカドリブレはそんな感じかな。すごいですよ、メルカドリブレも。えー、っと、EPS が1.37セントで EPS が1ドル37セントで1ドル25セント上回るだから、相当な EPS 出してますよね。 売上は、まあ、ちょっとモデストですよね。若干、シーリミットに比べると優やかですけど、1.7ビリオンで9 3 y o 二220ミリオンを上回るということで、まあ、これも100ビリオンの会社なんですけども、100ビリオンの会社でね、ここまでいい計算出すと相当ですよね。で、特に EPS。今回1ドル37セントだったんですけど、今までってほら、EPS 全然出してこなかったんですよ。マイナス68セント、マイナス1ドルセント、マイナス1ドル28セント。ここで1ドル11セント出してますけども、今回すごくいい EPS なんですよね。 でメルカドリーブルはね、今後ね、これでやっぱり、e、EPS が出せるかどうかですよね。今後もいい EPS が出せるかどうか。うん、売上でいうと、去年が61%、ーセン61%、85%、96%、111%で93%。ということでね、なかなか調子いいですよね。えー、っと、ただね、あんまり先行指標はそこまで強くないのが非常に気になってます。あんまトランザクションボリュームだったりとか、そういったところはね、YY78 だったりするので、 あの、選挙仕様がちょっとね、落ちてるっていうのが気にはなりますね。うん、気にはなります。はい。まあ、なんでね、メルカドリブレ、南米でこんだけイ、e、コマース順調かっていうとね、南米のコロナが全然収まってないっていう理由はね、一つ挙げられるかなというふうに思います。まあ、僕の大好きなこのグラフですよね。まあ、まだ高値は超えてないんですけども、あのー、PSR が今、17ぐらいのことで線引っ張ってます。ね。まあ、もうすでにコロナ前、 PSR コロナ前もねこんくらいの PSR のことがあったんでね、全然割高とは言えないですよね。2月のこの株価の高値から比べると PSR、だいぶ低くなってます。だいぶ低い。だいぶ低いですよ。この時28ぐらいあったんじゃないですか。28だった PSR がもう17まで落ちてるんで、PSR だけでいうとね、まあ、340%はもう暴落してますよね、PSR だけでいうと。それでも株価はもう抜けようとしてるんですよ。っていうのはやっぱ、 その2月から、ね、売上決算を Q1、えー、Q2 と超えてきて、分母である売上が増えてきて、増えてきたにもかかわらず株価がそこまで伸びてないから、PSR がどん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 落ちてくるということですよねで、ここまで落ちてくると、おそらくもうあの大減速しない限りではね、大減速すると PSR そのものが落ちるんですけども。 次も YOY90% ぐらいとかを出す、EPS がまあ1ドルを超えてくるとかね、まあ、ちゃんとした決算を出してこれば PSR が17割に固定してね、その分伸びていく。今って売り上げね、y o イ9 0とか70伸びていくので、この勢いが1年、1年続きますという前提であれば、株価は その YOI ど通りに動いてきます。PYOI70% とか80%ど通りね。なんで今このメルカドリブルしっかり握っておいて、決算、次の決算もいい、次の次の決算もいい、決算次ね、1年間4回よければね、YOI78 で伸びるってことは理論上は可能になってきます。なんで問題はね、あとはね、その次の決算も次の次の決算も次の次の次の決算もいい決算が出せるかっていうところが鍵になってくるんですけど、若干ね、 先行仕様が良くなってるっていうのはね、気にはなってやいますっていう感じですね。ということで、もう32分になってしまったんですけどね、今日はね、ここで前半終了です。えー、残り6名からはね、えー、次の動画でね、やっていこうかなと思ってます。えー、先ほどちょっと紹介させていただきましたけどもね、えっ、ー、と、サポートノートしてね、知ると楽しくなる決スの読み方、基礎っていう内容を出してます。さっきのね、PR の暴落の話だったりとかもね、こちらに出てるんでね。まあ、こちらでもね、あの、あんまし、私強制して、あの、 買うみたいな話じゃないです。あの、今日の動画みたいに、ちょいちょいにやつ役立つティップ図っていうのは出していきます。 ので、別に買っていただく内容でもないんですけども、まあね、今日の動画だったりとか、今までの動画ね、役に立ったよと思っていただければね、ぜひね、なんかせんがってらね、ノートにね、サポートいただけると嬉しいですってわけでね、今日はね、えー、2021年、急通、高決算銘柄10銭というね、内容でお届けしました。前半です。でね、こちらの、この次の動画でね、あの後半のね、えー、6銘柄もやっていこうと思うんでね、ぜひね、前半の4銘柄、後半の6銘柄見ていただいてね、9月、10月のね、調整のシーズンね、えー まあ今からまだ分析すれば間に合うので、分析してね、お締めが来たら、ぜひね、この辺の銘柄をね、狙ってみてはいかがでしょうかという内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。